今回は、なんと、ね、今をときめくターゲット社のスティーブ・リード、ね、デザイナーなんですけどが、参戦してくれて出したバレルと、なぜか個人で俺がいるっていうね本当ね、だってみんなさすごい大会社の人じゃない？ね、俺なんかあの引退してさあのヨボヨボのおじいちゃんだからね、あの公園散歩してるみたいなね、だからちょっと意味合いが違うんだけど、みんなが出してるのと。でまずまあスティーブからいくと、まあえぐいのやってきたな、45ミリの最大径7、まあ使えるバレルですよね、普通に日本人の方が使えるバレルで、まあ見てもらいたいのがこの発想ないよね、さすがだなと思った。先端絞ってくるってあんまなかったよね、うん、ナンバーファイブだからグラマラスに作れるなじゃなくて、ナンバーファイブだからもっと先端絞れるじゃんって考えてきたのすげえなと思って、それもちょっとこうなんていうのかな、絵的にちょっとこう R でシェイプかけるんじゃなくてスコンって入ってデザインって、もうナイスだなっていうのが。でこの細さに対してこれストレートでもスタンダードでもちょっと太めのバレルがいい人っていうのは絶対にこれいいんだよね。なんでかっていうと、ただの最大径7ミリでテーパーカーンって結構緩めに切ってあるわけではないので、これこうグリップ感がすごいいいんですよ。だいたいこういう45ミリの7ミリっていうバレルになってしまうと相当テーパーをこう長く取って、なんだこうだこう実際に持つグリッピングポイントっていうのが思ったよりも、見た目で思ったよりも細く感じてしまうとかっていう中で、まあこのバレルは非常によくできてるな。そしてやっぱりこのカットだよね、やっぱりスティーブといえばやっぱりピクセルカットだったり、いろんな飾りカットの妙味というかそういうものを出してきてる人なんで、まあ個性的だな。でまあこれも実際にこう握ってみて、まあすげえかかるから僕は投げれない。ちょっとこなれてきたあたりだったら投げれるけど、まあ、最初からすぐにこう投げれるものではなく、ただこれってこんだけカットきつく切ってあれば変な話二味美味しいというか、最初のこうエッジ感バリッバリなデザインと、デザインというか投げ感とこなれてきた時の今度はこう肌で感じるこうフィット感っていうのがこういうバレルは出てくるので、ちょっと試してもらいたいよね。これはただ、なんていうのかな、最初の投げたインプレのカットがきつすぎるとかそういうんではなく、あこれぐらいだから2週間投げたらこれぐらいだろうな、3週間投げたらこれぐらいだろうなっていうイメージでこう想定して楽しんでもらえるバレルであるというのかなと思う。要は自分で育っていくバレルっていう感じかな、がいいと思いますね。